はい、こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日の動画はね、これです。バン、ダンボール箱が届きました。この面を上にということなんでね、今回はね、このダンボール箱を開けていこうかなという動画になります。当チャンネルがトイガンをたくさん紹介し始めた初期の初期からですね、このチャンネルを応援してくださってる S さんから装備品が届きました。黒猫軍団にまた新しい何かが配備されたということですね。今日はこいつを開けていこうかなという動画になります。エアーソフトガンっていう文字が見えたぞ。これ重い、片手で持つには重い。これはまた S&T のちょっとこれ取りなさいよっていうねS&T のとかって言い始めて、あバーン、S&T の USD9 G3 AEG BK ブラックってことかな。おお、すごいのが届いちゃいましたね、これ。じゃあちょっと開けさせてもらえますか。おお、いいね。ああ、 S&T のね、 UFC がね、輸入代理店ね。マシンピストルって書かれてますけど、パーツリストとね。ウォーだな、これは。かっこいいね。かあ、ストックを上げるの、なるほどね、わかりました。ストックを上げてね、でここね、こういうこと。おお、すげえしっかりしてるな、重い。おお、こういうこと。はい、ね、あー、なるほどね、タミヤコネクタのタイプか。 AK のバッテリーだったらあるわ。あ、まだ充電してないけど。で、じゃあちょっとバッテリーつないでみようか。で、セミオート。おお、なるほど。おお、なるほど、トリガーから指離してもちょっと動くけど、セミオートで動くね。結構作動音がでかいな。はい、わかりました。どうなんだろう、このバッテリーそのまま入んのかな。これニッケル水素の 8.4V 入んねえかな。おお、入った。これ AK 用に買ったバッテリーなんだけど、 AK タイプのバッテリーなんだけど、これがそのままスコンとちょうどよく入りましたね。あ、リポもあるけどね、 11.1V の。これで回してみようかな。ちょっとリポで回してみますか。あ、これリポで使った方がいいな。おお、ちょっと待った、すごいぞ。面白い、これは。これは早く打ちたいね。うん、動作音がいい、動作音がいいけど、これどうなんだろうね。このバッテリーも中に入るよな。あ、入んねえかもしんねえ。これ入んねえな。ちゃんとここに入るバッテリーを準備しないといけないね。まあ、はじめはニッケル水素でやろうかな。オップの調整は。ああ、なるほどね。そういうことか。コーキングハンドルを後ろにスライドしてね、上に跳ね上げた状態で、ここでホップを調整すると。S&T のね、USD9 でいいのかな。もう僕はちょっと詳しくないんであれだけども、素晴らしい電動ガンが届きました。ありがとうございます。ニッケル水素でちょっと回したら微妙だったね。でもリポバッテリーで回したらすごかったね。ちょっとびっくりするサイクルだったけど、これどうなんだろう、わかんないね。ちょっとまあ、あのこいつについて詳しく調べてから遊んでみようと思います。もうバッテリー早速つないで回しちゃったけど、うん、中も一回ちょっと見てみたいしね。バラすのが先かちょっと調べてからになると思いますが、動画をガシガシ作っていこうと思います。はい、ってことでね、今日の動画はこれでおしまいです。また別な動画で会いましょう。うつべーし、うつべーし、うつべーし。ニッケル水素だと微妙だね。やっぱりね。です。